このメニュー。コロナ禍の影響で上映延期になってた劇場版、フェイトステイナイトヘブンズフィール第3章の上映日が2020年8月15日に決定したよ。いっそのこと、1年延期でもよかったという声もあるにはあったわね。実を言うと僕もそうなの。でも公開できる算段がついたなら、できる限り早く公開するのもそれはそれで嬉しいからね。メディアミックスのロードマップとしては、できる限り遅延は許されなさそうな状況でもあるしね。ヘブンズフィールルートは、ステイナイトの物語における、最も過酷な運命そのものだけども、むしろメディアミックス広げるとしたら、ここからが始まりだものね。UFO テーブルさんが次どうするかだよね。予想できるとしたらホローアタラクシアやるか、それとも月姫祭アニメに備えるか。新月探。新月探は一応、月姫アニメとしては認める派。ただしアレンジ聞きまくってて竹内社長と那須さんの意向があんまり出てなかったアニメってのも事実だし。何より1クールでやれるようなシナリオじゃないからねー。アルクエイドルートに絞ったってさ。FGO 終わったら月姫やり直すとしても、やはりアニメ展開は欲しいわよね。須藤監督も月姫の頃からのナスキノコファンで、サッチンが好きだって話だから、サッチンルートをアニメ化しよう。でも、フォローアタラクシアも欲しいわね。フォローはやっぱ良くも悪くも、ファンディスク、だからね。映像で見たいエピソードは結構あるけどさ。ゴルゴン三姉妹の過去とか最終決戦とか、あと K23 周りとか。ただ、どちらかといえばキュームは現行ハードでの移植だと思ってる。フォローアタラクシアのフルボイス版は、ビータでしか遊べないんだよ。一時期よく言ってたわよね。FGO 新規の受け皿がないみたいな感じで。Steam と PS4 か PS5、欲を言えばスイッチ移植も欲しい。なんだかんだで、スイッチとノベルゲームの相性は良さそうよね。エミヤご飯のゲームがスイッチで出るのがなんかのフラグだと信じてる。延期しちゃったけど、でもエミヤご飯やホローって、ヘブンズフィール見終えた後に絶対欲しくなるタイプだからね。こんな世界があってもいいんじゃないかって思える。そこは、関係者もわかってる気がするわ。あとはニノさんのスタジオ BB も、夏に成果物出すって言っててなんか出てきそうだから期待してる。とりあえずエクストラとエクストラ CCC は、現行機かつ海外ファンにもでプレイできるようにしとかんとやっぱダメだと思う。遊びにくい部分は後付け調整もできるしね。まあスタジオ BB が、エクストラ系列を作るかどうかはまだわからんです。でも、明らかに、BB ってあの BB ちゃんよね。そうかな。そうかも。何にせよ色あったけど立て直してほしいわね。このメニュー